こがテノスか。話には聞いてたけど、ずいぶん寒い町だね。だからね、南育ちの私も答えるわ。上着の一枚でも買っておくんだったぜ。でも活気のある町やな。食い物何が美味しいんやろ。この町は蒸気機関技術の最先端、技術者が多いし石炭掘りも盛んだ。活気があるのも頷ける。景気のええ町やっちゅうことやね。そら美味しいもんもありそうやな。エルは相変わらずいいこと言う。うまい飯はなんだ、さっさと教えろ。しかし寒い地方だから体の温まるシチューなんかが郷土料理として有名ね。あとエルには早いけどお酒も美味しいみたいよ。さすがアンジュ姉ちゃん、食い物の知識は豊富やな。食いしん坊ナンバーワンや。え、そうかな。私はエルが一番の食いしん坊だと思うけど。目立たないけど実際のところはアンジュが一番じゃない。キュキュしてる。アンジュ食いしん坊。ああアンジュだ。アンジュだな。こうだ、惚れ惚れ。アンジュの食欲だな。しかしでもほら昔から言うじゃない、食に勝る美徳はなしって。昔からって知らないな。そんなことを言った偉い人でもいるの？偉い人じゃないけど、私が5年くらい前から広めてるんだけど。ダメ？じゃあとにかく情報を集めようか。遺跡とか祭壇とか記憶の場がありそうな古くからの信仰の跡をね。アンジュ姉ちゃんどないしたん？お腹つまんで。バカね、エルが言った言葉気にしてんに決まってんでしょ。別にエルだけじゃなくてみんなから平等に傷つけられたんだけど。えっ、まあいいじゃないね。そうそう、アンジュ姉ちゃんもめっちゃ太っとるわけやないやん。アンジュはね、むしろ運動して筋肉つけた方がいいんだって。そうそう、食べた分動いたらええねん。筋肉ついたら太りにくなるし。だって私インドアだもん。せやけど多少は鍛えんと。そうそう、乗馬しましょう。乗馬私が教えてあげるから。うちとは鬼ごっこしようか。ええ運動なるで。二人とも私に付き合ってくれるの？じゃあ私もお返しに天の御心についてわかりやすく説明してあげるね。それお返しちゃうよ。仕返しよ。この白いのはなんだ？雪を見るのは初めて。これが雪か。しかし食べられるのか？食べられないこともないけど。味がしないぞ。しかし凍った水の結晶だもの。言ってしまえば水を飲んでるのと変わらないわね。しかしなんだか寒くなってきたぞ。
雪なんか食べたりするから仕方ないわね。ほらおいで。おお、あったかいんだな。しかし寒いところの動物が脂肪を蓄える意味が分かったんだな。苦しいんだな。強く抱きすぎなんだな。しかし町の東の方へ軍隊が出発したんだ。ありゃアルベール様の精鋭部隊だな。町の東って戦場でもないのに。あそこは遺跡があるだけでねえか。部隊の訓練かもしれんな。ま、あのアルベール様のなさることだ。きっと何かお考えがあってのことさ。聞いたか、アルベールの部隊が動いているらしい。戦場でもない遺跡へ向かってな。軍隊まで出すなんてよほどのことだよね。町の東だってさ、行ってみる？でもアルベールってアンジュを狙ってたんだろ。迂闊に近づくのはやばくね。見つからなければ大丈夫よ。今からなら先にその遺跡を探ることができるかもしれないし。よし、じゃあ東の遺跡に行ってみようか。
の？どこか苦しいの？うち…みんな…エル！アンジュ姉ちゃん、どないしたん？エル、あなたうなされていたわ。よくない夢を見たの？せや、天上界が滅んだ時の、うち一人だけ取り残された時の夢や。エル、おいで。一緒に寝ましょう。あなたの目が覚めるまで、そばにいるわ。ありがとうな。こうしてると、おかんといた頃を思い出すわ。うちが悪夢でうなされとるとな、こうやって、添い寝してくれるんや。うちの子たちの場合は、手握ってくれたんやで。うちが怖くないように、やって、ほん、ま、懐かしい。あー。エル、おやすみなさい。これからあなたの見る夢が、いい夢であることを願うわ。Thank you.
は遅いね。支度できたら部屋に来るって言ってたのに。何かあったのかな。ルカ、お前ちょっと様子見てこいよ。うん。イリア、いる？入るよ。え、バカ、今着替えて。あ、ごめん。ルカ、ごめん。イリア、見るつもりなんてなかったんだ。本当ごめん。変態、最低、デリカシーなさすぎ。もうは知らない。イリア、その辺にしておいたらどう？ルカ君も悪気はなかったのよね。もちろんだよ。だそうよ。不可抗力だもの、仕方ないわ。じゃあデザートご馳走して。そしたら許してあげる。仲立ちした私にもね。わかった、ありがとう二人とも。じゃあ準備してくるね。ありがとうなんて、ほんとお人よしなんだから。でもそれがルカ君のいいところでもあるわ。ま、確かに。それじゃあ今日の晩ご飯はみんなで食べに行きましょう。何か食べたいものはある？はいはーい、肉、肉がいい。誰が何と言おうと肉、これ以外は認めない。僕は魚かな。ちょっとルカ、私の話聞いてた？肉以外は認めないっての。うん、じゃあお肉で。イリアのやつむちゃくちゃだな。俺はサクッと食いてえからパンかスープだな。うちはうまい飯やったら何でもええで。同じく。コーダも同感なんだな。コンウェイとキュキュはどう？僕はトマトさえ出なければ何でもいいよ。キュキュはたくさん食べたい。じゃあ二人とも肉ってことで。そうは言ってないんだけど、まあいいか。アンジュは？そうね、ヘルシーに野菜がいいかな。最近ちょっとね。ああ、なるほど。ってことはみんなバラバラじゃん。でどうするんだ？簡単なことだ。
各自勝手に食べて朝までに宿に戻る。これでこの問題は解決だ。それ明暗。じゃあみんな自由行動ってことでよろしく。なあルカ兄ちゃん、うち思うんやけど、みんなで食べに行くんやなくて、最初からリカルドのおっちゃんが言うてたようにすればよかったやない？エル、それは言わない約束だよ。